皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速は今日もよろしくお願いします。今日は10月の8日火曜日になります。お題がこちら。中国株がおかしな動きということで見ていきたいと思います。 パンダの絵が描いてあるんですけども、日本株でも ETF、中国の ETF があるんですが、中国パンダっていう名前がついてるんですよ。だからふざけてるわけじゃなくて、そういう銘柄名をなぞって、あの、絵文字をつけてみたっていう形ですね。それちょっと一番に見ていきたいと思います。で、アドバンテスト、フジクラ、ネクステージ、ウェルシアということで、個別銘柄見た上で、シースの売買戦略見ていきます。今日も最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で、終わったばかりの日本株の振り返りを毎日日、毎営業日型5時で入れております。必ず毎日,日出ますのでぜひほぼ日 チャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれでは早速今日の振り返りを見ていきたいと思いますはい、今日の日本株なんですが揃って反落という形になりました日経平均株価395円の下落ですね、えー、昨日の上昇幅と比較すれば、まあ、下げ幅限定的と見れるのかもしれませんがまあ、ちょっと上昇が続かなかったとっいうことやギャップダウンで下がってしまっていますから チャートの位置なんかはちょっと気になるところだと思います日経期値下がり銘柄数もとても多いですよね主力株中心に下げているというところではありますがアドバンテストは強いとかね藤倉強いとかあるのでこの辺はね個別材料としてチェックしていきたいと思います業種別ランキングを見ていきましょう上げているのは精密機器電気ガス工業だけですね原油の価格の上昇とかもありましたから工業石油石炭は比較的強い位置にはいるんですがまあ、それでも全体的にやっぱり下げているんだな っていう形ですで値下がりがきついのは証券卸売り輸送用機器銀行といったところなので、まあ、金利上昇してるんだけどもみたいなところもあるのでなんか本当難しくなってきてるなという感じはしますね売買代金ランキングを見ていきましょうトップがレバレッジ ETF でレーザーテック三菱重工ディスコみたいな感じでトップ3が3つ、まあ、度もえで並んでるっていう感じですかねそして全て下落をしているんですけども、まあ、トップが大体い,い,いつも2000億とかいくのでだから売買代金としては少なめな 感じなんですよ、ね、なんかやっぱ材料に欠くような感じはして、で、昨日の巻き戻しで売られてるものも目立つのかなっていう印象はあります。まあその中でアドバンテストは結構やっぱ底がたいなっていう風に思ったので、まあチャートのチェックはしておきたいなという風に思いました。こちらグロスの売買代金ランキングなんですが、トップがですね、これコーディアって読むんですかね、売買代金トップになってきて、まあ普段はランクに入っていないものが、まあ、材料きっかけで物色されてるっていう感覚が強いかなと思います。指水の影響はかなり限定的なような感じはするんですが、 2位が昨日の1位だったタイミーですねでアストロスケールジェンダというふうに続いていくんですが、まあ、下落している銘柄の方が多いのかなとい,ういった印象でございますはいでは個別銘柄を見ていきたいと思うんですが普段は見ない上場中国 A 株パンダという ETF から値、ね、動き見ていきたいと思います終値は23.67%の下落で、まあ、中国 ETF が軒並み急落というそういうニュースが目立っておりますで中国っていうのがずっと 国慶節という連休があったのでずっっとお休みだったんでですよねでも景気刺激策が出ていて中国株連休前に急騰していてでこれからもまだ上がっていくんだみたいなニュースもあったので中国株が動かない間もおそらくこの ETF は値、ね、動きがあって株がめちゃくちゃ高くなってたんだと思うんですよねで実際に連休明けてみて何が起こったかっていうと、まあ、足元で新しい景気刺激策について何か出てくるんじゃないか っっていいう期待があたたみたいなんですよでもそれもなかったみたいで,で実際に開けてみたら上海株すごく高い位置から始まっているし今のところ中国 CSI300 指数先ほどの ETF に連動すると言われているものも5.58%上がっているんですが連動するはずの ETF が20%以上下がっているっていうのは、まあ、連休中ずっと動いていなかったのにもかかわらず、まあ、勝手に価格だけもんもん上げてしまった巻き戻しみたいなものが中国 中国 ETF には起ここっっっっていて、てていいいもううちちょととと混乱ししゃってるっていうところが正しいのかなと思いま,すまた中国株価指数に関しましても元からの位置から見るとものすごい陰性になっちゃってるっていうところやあとはまあ中国株の指数はいいんですけど香港反戦指数とかはもう急落してしまっているのでここがちょっと連休の、ね、カウントがちょっと違ったりもするところだと思うんですけど中国株は結構今日は。 プラスにに見ええてててていいいいいいであるっっううととところをちょっと抑えておかかななななけければいけないポイントの思ましたはい、えパンダの冷やしチャートはこんな形になっておりまして、まあ、パンダって呼んでる自分もなんかちょっと違和感あるんですけども、まあ、冷やしチャートを眺めているだけでもですね、まあ、これはちょっとやっぱ異常だったなっていうことがよくわかるんじゃないかなというふうには思います、まあ、そこも注意した上でですね今後も中国株はこういうところで日本株に絡んできてるんだなっていうところだけは抑えておきまた日本株市場に与える実際の中国景気っていうのは個別銘柄で いいろろ影響してくるものあると思うので注意して見ていきたいなというふうに思っています。 続いてアドバンテストを見ていきたいと思うんですが今日はプラスの2.49%ですで他の銘柄ディスコとか東京エレクとかはマイナスだったんですけどアドバンテストはプラスの2%以上ということで結構強いなというふうに思ってチャートを見ておきたいというふうに思いましたで足元これニュースで出てるのは昨日の日付のニュースなので今日の日付のニュースはないんですよねはいアドバンテストの冷やしチャートはこのような形になっていてもともと他の半導体銘柄に対してチャートの形がすごくいいというふうに思っていたんですが足元で 今日さらにまた高値更新しできるというのは結構強いですよね昨日、NVIDIA もやっぱ上昇していたので,でスーパーマイクロコンピューターも上昇していたので、まあ、そこで買いが向かいやすかったのかなっていうふうには思っているんですけども、まあ、そうすると他の半導体株の説明がつかなくはなるんですが、まあ、その中で今選ばれやすいのがアドバンテストなのかなっていうふうには思いました PR が50倍を超えているので PR の観点からはそう考えにくいんですが、まあ、違うとしたらチャートの形と需給信用倍率が低い っていう点からはですね、まあ、買いが入った時に買いがさらにね繋がりやすいっていうところはあるんだろうなというふうには思っております。 続いて藤倉、見ていきましょう藤倉なんですが、まあ、データセンター向けの光コネクタ生成 AI 向けの光コネクタファイバーケーブルこういったところを取り扱っている会社ですがゴールドマンサックス証券が目標株価を引き上げているんですよねで、まあ、あんまりこう馴染みのない会社ではあるんですけど時価総額も大きくまた日経平均に採用されている銘柄でもありますので、まあ、米経証券もです、ね、カバーしていて目標株価引き上げて、えー、上場来高値更新になっているということでございます強いですね ヘアシャートはこのような形になっていまして8月5日は崩れかけましたがあっという間に戻してきた、まあ、こういう高値更新はやっぱり買いなんでしょうね、まあ後から見た結果論だけで話してますけどもねですとかあとまあ9月9日あたりの25日移動平均線この辺がやっぱ絶好の押し目にはなっていますよねこういったところを見逃さずにやっていくっていうのがいいんだろうなっていうふうには思いますけども、まあ、それが簡単に見つけられたら苦労はしないということですよね、えー、ですからやっぱりこういうテーマに載った銘柄と業績のいい銘柄 っていうのをねしっかりと見ていくっていう必要性はあるのと、まあ、藤倉ぐらい時価総額も大きく、ある程度の流動性を持っていれば、テクニカルも聞きやすいですから、こういう銘柄を探していきたいなって今、すごく思っています。はい、現在、藤倉の PR は23.9倍で、配当利回りは1.25%、そこまで高配当というわけではありませんが、信用倍率が1.15倍、受給面で見ても比較的重たくはない軽いかなといった印象はあります。次回決算が11月7日ということで、注目してみたいなというふうに思っています。 続いて、ネクステージ見ていきたいと思います。中古車販売の会社ですけども、株価が16.75%、今日当初プライムの値下がり率ランキング1位でしたね。以前はネクステージすごく注目していてですね、まあ個人的にもネクステージを使って中古車を購入したこともあったので、まあ、そこから注目していて、で、決して悪い会社じゃない。 でそれで株式市場からも評価されていたんですけども、まあ、例の保険金のなんかつ造的な問題が、ね、ありましたけどもねでそこからの問題を解決するためにインセンティブ制度をなくしちゃったみたいなんですけどもそうしたらですねなかなかその効果が出づらい、まあ、業績が思ったように伴ってこないえ従業員の士気が上がらない何度かあの後にお店行きましたけどもね、まあ、何とかそう言われればそうだったかもしれないなみたいな感覚はあります。ちなみにその中古車はもう売却しししてて買い替えししまったの もうすでに訂正分析はできない銘柄になっちゃったんですけど、まあ、業績的には残念なことに今のところなっているということですね、まあ、いずれ改革が起こった時の、うん、業績期待っていうのは持ちたいですけど今のところはちょっと考えにくいですねはいネクステージの冷やしチャートはこのような形になっていて5月21日の高値からはまあものすごい形で下がっていてもう常に半値ぐらいまで下げているっていう形ですかねで保険金の問題があってからというものを一度もうまあはっきりとした上昇トレンドの確認は 取れずに下がり続けていったという形にはなっていますもちろんその間で改革できた可能性もあるのかもしれないしうまくやれば株価は上昇に転じていたのかもしれませんけどもそれだけやはり業績 回復させる信頼を取り戻すっていうことがやっぱり非常に難しいということを物語っているんじゃないかなというふうには感じました改めて一度そういう報道が出た疑惑が出たそういう銘柄を安易に下がったから購入するっていうのはまあ、危ないことなんだなっていうことを自覚しましたね最後にウェルシアホールディングス見ていきたいと思います株価は大幅安6.57%の下落でウェルシアはやっぱドラッグストア業界の最大手になりますのでまあ、その動向を握る上ではすごく重要かなというふうに思っ で売上自体は実は情報修正をされているんですけども。 物販の伸び悩みや人材への積極的な投資が利益を圧迫するということと見出しにはタバコの販売の終了が響いているということですね。タバコ販売終了に関しましては業企業の意向だとは思うので、まあ、それはしょうがないんだというふうには思うんですけどもこれを一時的と見るかちょっと継続的と見るかはすごく難しいところかなというふうに思いましたが株価としてはひとまず下に反応しているということでございます、はい。ウェルシアホールディングスの冷やしチャートはこのような形になっておりまして、まあ、元々加工トレンド中 安値でででで合っっててていいいたという形すすね決算を超えて過方修正で下がっているってことですからちょっと下にぶれるリスク非常に高いのかなというふうに思いますし今のところ5日25、75で見た時には全ての移動平均線の下にいるということになっていますのでまだしばらく時間はねかかりそうかなもしくは下にぶれたら加工トレンドに再びまたねしばらく低迷してしまうのかなといった形がありますそこちょっと注意して見ていきたいところかなというふうに思いました現在の PR は21.1倍ですハイリマリも1.86% これだとまだ後ま配当だからとかっていう感じではないですかね。信用倍率も9.45倍で比較的この倍率だけを見るならば需給も少し重たく感じる人も多いのかもしれませんね。では指数の売倍戦略を見ていきたいと思うんですが、まず日経金株価からですね。で昨日ギャップアップしてここまで飛んで今日ギャップダウンしてここまで下がって陰線で終えたという形になっています。で実際にはちょっと雲空いちゃってるのであのちょっとアイランドリバーサル離れ小島みたいになってる点は注意が必要かなと思います。ただ 新幹線の上なので、なんかそこまでネガティブに動いたっていう感覚ではないのかなというふうには思ってはいるんですが、まだやはり高市さん当選を織り込んだ株式市場の高値超えたわけでもないし、とはいえ、まあ、石破ショック後の安値を割ったわけでもないので、どっちに触れるか分からず、でもサポートの方が下にはいっぱいあるし、売りさえも出てないので、まあ、そんな悲観的に見る必要はないのかなというふうには思っております。米株市場ちょっと冷静に見ていきたいところですね。そしてトピックスです。トピックスに関しましては、こちらもギャップダウンで、窓開けてのイン アイランドリバーサルの可能性はもちろんありますけども転換線割れてないトレンドライン割れてない基準線割れてないっていうところは抑えておかなければいけないところですねで中国マーケットが日本株にどれだけ影響してくるかっていうのを慎重に見ていく必要があるのとさっき言ったように米株市場の動向がちょっと気になるところかなと思いますグロース250室これ一段下にぶれてしまいましたねこれは注意が必要だと思います雲ぐらいまで下がってくるリスクが異様に今日高まってしまったなというふうには思っていますのでえ注意してくださいでマック D がゼロライン割れてきたら いよいよ雲までは来るかなっていう感じがします。ニューヨークダウを見ていきましょう。昨日はちょっと時帯大きめな陰線マックリがよりこう下向きになってヒストグラムが赤い色つけてるので、ちょっとね基準線ぐらいまでは下がってくるリスクが高いんではないかなとチャート的には見ることができます。エサンドピークもほぼ同様ですね。転換線の上からスタートして時帯大きめな陰線マックリが下向きで広がったということになりますので、ちょっと調整入りそうかなっていうイメージはあります。ナスタックに関しましても転換線の。 上から陰線で割れているという形ではありますが、マックディーンも、ね、デッドクロス出ていますので。 まだちょっと上向きになるっていう感じではなく、まあ、ちょっと下がり始めたものが調整が終わっていないっていう感じがしますかね最後ラッセル2000なんですけどもこちらも陰線で終えてしまいました転換線越えられずということです高値からこの辺の高値から見た時に高値越えずに安値を割れる状態が続いている状態なので今のところはまだ上値よりも下値を探る展開の方が強そうかなといった印象はありますはいということで今日は、まあ、中国株がおかしな動きということで中国株のざらばの動きも今日ちゃんとチェックしていく必要があります 必要はあると思いますし、まあ、そもそも連休中に ETF がそもそも変な動きをしていたので今日も改めてね中国株価指数は全営業日比プラスだけど ETF 大きくマイナスとかっていうのがなんか変な動きがたくさん目立っていたのでちょっと注意して見ておく必要はあるかなっていうところと中国景気刺激策による指数の反応株式マーケットのニュースとかもう見逃さないようにねしっかりチェックしていきたいなという,ふうに思いました。ぜひ一緒におお付き合いいいくくだださささそれでは今日もお知らせ,を入れさせてください個別銘柄 分析するマガジンなんですがこれも今週中に1本記事を更新しておりますでもう1本ぐらい今日週書きたいなというふうには思ってるんですが、まあ、ひとまず短めの記事をですね前回の続きということで書いてあります実際に動かしたものがあるのでそれを紹介しているという形になってます月額900円初月は無料のノートのメンバーシップの記事がありますのでよかったら、えー、ぜひチェックをしてみてくださいよろしくお願いしますでは今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりますらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で夕方5時目標を頑張って更新していきますので明日も聞いてき いただける方はぜひほぼ日に温かぶそこをチャンネルチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら